皆さんこんにちは、渡辺です。今日のサロンスタイルはワンカールレイヤースタイルになります。でワンカールレイヤースタイルって何なのっていう方は結構多いと思うので、簡単に解説すると、ワンカール巻くだけで綺麗なねレイヤースタイルが決まりますよっていうようなヘアスタイルです。じゃあ早速解説していきたいと思います。まずお客様のお悩みなんですけれども、このね、まあビフォーの段階で言うと、結構ねもう上から下までこう、まあ段差もなくてボテッとしているような状態、こんな感じです。髪の毛の色味も少し黄色く出やすかったりとかっていうのがあって、艶っぽくしたいよっていうオーダーだったので、今日はカットとカラーリングとトリートメントで仕上げていきたいと思います。じゃあまずカットなんですけれども、まあ表面にね、まあレイヤーを入れて、でちょっとね、こう段差をつけます。で段差をつけて、例えばコテで巻いた時にワンカールで綺麗になるよっていうようなレイヤーを入れる。これがワンカールレイヤーになります。でそれを入れてメリハリをつけて、ちょっとくびれ感を出して小顔効果を狙ったヘアスタイルになります。色味はブルーバイオレット系の色味で、ブルーバイオレットを入れることによって、このバイオレットの色味がこの黄色みをちょっと消してくれます。でブルーの色味で少しねこう色味をくすませて、透明感があるような質感のカラーに仕上げていきたいと思って、この色味をチョイスしました。冬場は結構ね黄色く抜けやすい方、まあブルーバイオレットの色味を結構入れて、ちょっとねこうグレーっぽくくすめていくっていう方も結構多いので、おすすめの色味になります。この巻いていき方なんですけれども、ミディアムぐらいの長さのお客様なので、毛先をねこう外に跳ねさせて巻いて、で表面の部分をワンカールで巻いていくんですけれども、本当にねちょっと表面にレイヤー、短い部分ですねを取って、そこの部分を持ち上げながらコテで巻いていく。でしかもそれをワンカールだけ、そうすることによって綺麗なね仕上がりのシルエットになります。仕上がった感じがこちらになります。かなり綺麗じゃないですかね。写真ね、皆さん撮られる方も多いかと思うんですけれども、写真のね角度、若干こういうワンカールレイヤーの時って少しね下向き気味 でちょっとこうフォルムが分かるような感じにして、横からね写真を撮ってもらうとこんな感じで綺麗に見えます。結構おしゃれじゃないですか、ね、映える撮り方はこんな感じでやるって感じなんですけど、まあ普段もね普通にしてたらこうメリハリ感が出て綺麗なね仕上がりになると思いますので、ちょっとね形を変えたいよーだったりとか、イメージリンチしたいよーっていう方に関しては、このヘアスタイル結構おすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。概要欄にインスタグラムのね URL だったりとか、僕のねサイトの URL 貼ってますので、まあ、そこでね、ご質問だったりとかぜひ聞いていただければと思いますし、まあ、YouTube のねコメント欄にもお書きいただけたら、返信しますので、ぜひね参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。